クイズアップカップ。今回 MC を務めるのはアイドルグループワンダラーのみよちゃんこと大月みよです。よろしくお願いします。今回もアイドルとゆるキャラのコラボバトルとなりました。本日の出演者はこちらの皆さんです。イエーイイエーイ、頑張るぞよー。はい、今回ウマベーチームとなるのは私、こけしことまさがゆきとこちらウマベーちゃんです。イエーイ。なんとウマベーちゃんは東京都のご当地キャラで1位を取ったんだよね。今日は一緒に頑張っていきたいと思います。はい、今回私はアンパカップ2回目の出場となるジョブちゃんと一緒にチームを組みます。イエーイ。グマパワーで頑張ります。よろしくお願いします。はい、今回のアンビーチームは私とアンパカ TV プロデューサーのアンビーくんです。イエーイ。なんかファッションリーダーらしいんですけど、私もワンダラのファッションリーダーということで頑張っていきたいと思います。頑張ろう。イエーイ。前回の立川市で行ったバトルに今回はクイズ要素を取り入れてのバトルになります。今回はある賞をかけたガチバトルを皆さんに行っていただきます。今回こそはきつい罰ゲームを用意してあるので、皆さん覚悟しておいてくださいね。優勝賞品と罰ゲームは番組最後に発表するのでお楽しみに。クイズの回答権を得るためにゆるキャラが一人ゲームを行い、チームメイトがそのクイズに答えるというルールになります。ゲームは2本勝負。フライングをしたりアイドルがクイズを間違えた場合はそのチームはお手つきとなり1回休みとなります。クイズに正解したら3ポイント獲得となります。回答権を獲得しクイズに正解しないといけないので、ゆるキャラとアイドルのチームワークが必要になるゲームとなります。どうですか、うまべチーム。うまべね、さっきも練習してたんだけど、うん、結構なあれよ結構いけるよね、大きいもんね、うん、結構もうだからね、負ける気しませんやそうですはい、アンディチームはどうですか。アンディは運動神経抜群って聞いてて、おすごいね、今やる気満々だから絶対優勝狙ってるから勝てます、勝てるよ絶対。くんまちゃんどう。もうね、群馬パワーでも1戦たくさん出たから大丈夫だよね。頑張ろう。クイズのジャンルを選択します。東大和クイズ。それでは第1ゲームスタートです。問題。この中で東大和市内にないお店はどれ。 A サイゼリア、 B スターバックス、 Cファッションセンター島村。それではミュージックスタート。答えていただきたいと思います。はい、私の回答はスターバックスがない。正解。やった、やった、すごい、すごい、やったということで、グンマイマイチーム3ポイント獲得です。イエーイ。第2問。東大和市のほぼ中心に位置する市民に馴染み深いイトーヨーカドー東大和店ですが、この中でグループ会社のヨークマートのロゴデザインはどれ？どれ？それではミュージックスタート。いけー！あー！
ちゃん回答をどうぞ。B。残念。うまめ、ごめん、もちろんちゃん。うまめチームは一回お休みでーす。残念。一旦休みになっちゃいました。反省。うまめチームが一回お休みとなってしまったので仕切り直してもう一回やります。それではミュージックスタート。3ポイント、群馬ちゃんチーム3ポイント、馬部チーム0ポイントです。